テクニカルクイズ最終問題さあ、これまで99問正解してまいりました。最後の1 0問目、最終問題です。いかがですかえー、頑張って、えー、正解して、えー、賞金持って帰りたいと思います。さあ、賞金500万円。そしてプラス世界一周旅行。これをゲットできるのかどうか、最終問題はこちらです。最近、SNS をきっかけに話題が沸騰している。 あんこ,とこの2つのお菓子日持ちするのはどちらシンキンキグタイムスタートさあ99問正解してまいりました最近まあとある若者が SNS に投稿したことをきっかけに急に人気が出て今、まあ、デパートなんかでもね買えますけどものあんこ山と芋伏日持ちするのはどちら さあこれを正解すればここでしもし失敗してしまえばこの99問正解してきたことが全て水の泡ということになってしまいます緊張感漂いますここまでいったチャレンジャーはいまだかつて彼だけです答え出ましたかはいそれでは答えていただきましょうアンサー答えはいまふし。 芋牛はいそれでは正解はこの人に発表していただきましょうこちらですえー、えー、ええええ 正解はあんこ山です残念最後の問題全然経路しちゃう経済とか絶騎士とかあんこ山でした物理とかなんかそういう系の問題急になんかわけわからん問題きて最後の問題だけ発表の仕方も全然ちゃう まあ、あのーまあ、発案したあ方のおにわざわざ来ていただきました発表させていただきました今のじじ誰お気持ちするのはあんこ山ということでした <laughs> 残念でしたねいやあのー、まあ芋串っていうのはやっぱお芋だけなんではい、はい、であんこ山はもうあんこでもう砂糖とかも入ってるからはいいろんなものが入ってるからちょっとその 気持ちというのそのニュアンスがわかんないんですけど痛むのが早いのかなって勝手に思っちゃって間違えた後の意見は全て無意味ですまたチャレンジしてください呼んでええやそんなことありがとうございましたあのじじ誰やねんまた新たなチャレンジャーを迎えましてお会いしましょうだって俺初めてやろここまで来たんありがとうございましたスタンバイしてんのあいつはいありがとうございますありがとうございますい,いやお疲れ様でした悔しいですねいや仕方ないです 最後急に毛色変わるんですねなんか問題の、はい、ああまああの最後毛色変わったとかいうそういう意見は無意味ですはいありがとうございますありがとうございますまたプライベートで世界一周してくださいありがとういえいえこの問題クイズチャレンジしてまた商品奪いに来るてさよならさよならみんな今日の収録お疲れ様 テクニカルクイズ収録後の YouTube チャンネルこれを放送しておるんですけども、さあ残念でしたね。あ悔しいです。あのー、最後も経路がやっぱ違いすぎてちょっと納得いかないというか。途中までは調子良かったんですけどね。はい。また再チャレンジしますか。します。まあその再チャレンジをするという意志、はいはい、これは今は無意味ですね。またこの再チャレンジの応募がありますから採用されるかどうかわかりませんけれども、まあそういう無意味な意思表明をしていただきました。絶対に応援してます。皆さん。 絶対に世界旅行をゲットしてくださいあ,あ僕じゃなくてね応援があそうです<あ>皆さん絶対にゲットしてくださいぜひ呼んでくださいメタサロンジャルジャルに興味あるやつと一緒にあったまろ「ゲタップダンス」 一緒にしよう。スープの CM じゃねえんだから。<laughs> ジャルジャルタワー